バーバリアンフットボールクラブとは、ホームグラウンドを持たず、数名の役員によって選ばれた、世界一流選手で編成される伝統ある、ラグビーユニオンクラブである。通常、バーバリアンズと呼ばれる。愛称はバーバーズ。バーバリアンは、野蛮人を意味する。1890年に、イングランド人カープメールによって発案され、創設された招待クラブである。 遠征や試合の時にだけ世界各国から選手が招待されチームを編成する。ジャージのカラーは黒と白を基調にしたボーダー柄だが、ソックスだけは選手個人が所属するクラブのソックスを履く伝統がある。またメンバーには最小一人の国代表に選ばれたことのないノンキャップ選手を加える伝統がある。世界選抜チーム同様のスター選手が揃う。 攻撃的なオープンラグビーをすることをモットーとし、主に英国に遠征してきた、強豪国代表と最後に試合をするほか、名門クラブとの定期戦、またチャリティーマッチも行う。1996年には、阪神・淡路大震災復興支援のチャリティーマッチのために来日した。日本からは1992年に、林俊行、1996年に、 本木幸を、2014年に、田中四郎を、2015年に、ホラニリュコリニアシと、藤田義和が選ばれている。また、吉田義人は1992年に選ばれていたが、同時期にニュージーランドラグビー協会100周年、記念試合の世界選抜に選出されたため辞退した。1973年に、ニュージーランド代表が、 ブリテン諸島へ遠征した最後の試合で対戦したバーバリアンズが世界的に一番有名でオールブラックスから奪ったバーバリアンズの SH がアレス・エドワーズのトライがラグビー史上最高のトライと語られている最近ではその国ごとに選抜チームを編成するときに例例バーバリアンズと名乗ることが多く日本でも2007年にワールドカップの日本代表の総行試合として アジアバーバリアンズという名でアジア選抜チームが編成された。2013年には香港でバーバリアンズとブリティッシュアイリッシュライオンズとの試合が行われ、ライオンズにとっては初のアジアでの試合となった。2017年には初めて女子チームを結成。ありがとうございます。